受けるなこの洗剤。この外科出たこれ。さあ勝負を決めたこの激闘、横浜アリーナ、ネクサスを破壊したのはチーム中瀬だ。受ける。2022年12月ゾウ先輩なのマジでおもろい。横浜アリーナで行われたザ・河川史上初のオフライン大会、両雄が引いたエレファントナレーション、河川の勝利で幕を閉じた。肩を並べるには長い時間がかかった。ファッキン無料講座。本当にこのステージにまた立ちたかった。僕にとって初めてのオフラインのステージ、この舞台に立つのを数えきれないほど夢見てきた。夢見てきたの場所を30回ぐらい撮ってたわ。まだ夢を見ているのだろうか。これが現実とは思えない。スタート地点はこれ絶妙に違うけどさ、ここさ、これが収録の時めっちゃここ裏から透けててさ、じゃがいもがマジでおもろかったわ。現実とは思えない。スタート地点は同じだった。河川が起こした奇跡だねこれ。別々の道を歩む。だって呼ばれてないから、ザ・河川。最後には同じ場所にたどり着く。あー、こっちが採用されたんだ。これね、河川さん結構いろんなパターン取ってて、結構強い口調のやつがあって、俺それ好きだったんだよな。道を歩み。だって呼ばれてないから、ザ・河川。最後には同じ場所にたどり着く。これちょっと落ち着いてるじゃん。最後には同じ場所にたどり着くみたいな感じじゃん。最後には同じ場所にたどり着くみたいな、なんかすごい力強いやつあってさ、それめっちゃ好きだったんだよな。伝説は死なない。ウケる。代償の大きさは誰も知らない。彼らに刻まれた傷跡を知ることもない。ここマジでめっちゃ河川さんの顔見て笑って10回ぐらい撮り直した。彼らに刻まれた傷跡を知ることもない。笑わしてくんだよな。しかも笑わないでくださいよとかいちいち言ってくんだよな。待ち受ける痛みを知りながらマジでうざかった。夢に手を伸ばす。お前自身を呼び覚ませ。この時風でクーちゃん飛んでって腰の骨折れました。これ本当に食ってたらしい。マジでおもろい。俺嘘、俺食ってるふりしてんのかなと思ったわ。マジで食ったらしいこれ。それで本当に水くださいって言ったらしい。絶対まずいだろ。で別れられっけ。ここに立ってきて出ます。で今回その分かります。おや、でここコーチどうでしたか。ありがとう。今席映ってたのどこだったろうな。するのうちのどういうとこでしょう。思います。絶対あ絶対この辺坂道ファン席だわって思いながら俺席立ってた。やってんの方なんだよ。アイドル、アイドル目当ての人たちの映画ロールになって、よし昼飯食いに行こうやろうなーって思って見てた。になります。じゃんけん俺が負けました。すいません。よしとなります。よろしくお願いということなんです。はい、ということでザ・河川。こっから俺もイヤホンつけててマジで聞こえてないし、見てもないからモニター。チームザ・河川対チームザ・サンビということなんですけれども、お二人どういう印象を持たれてますか。まあ、まずチームとサカセン、なんか長かったよな前回対決しますね。さすがにここ長すぎか。
あまりにも長い。まあ、ここ座ってる俺らも長いと思ったもん。人このか、オフラインになると、こう安定を求めるプレイをしてしまって、はい、ゲームが長引く傾向にあるので、ジンクスっていうピックは非常に強力ですよね。まあ、ここまで番も多いですしね。うん、お来ましたよ。始まりました。さあ、バンピック始まりました。それでは見ていきましょう。ブルーチーム最後なんか昔の LGL みたいな UI してない？さあまずチームザスタンミ懸念の番から入りましたね、うんうん、そしてチームザシャカ4年ぐらい前の LGL の UI ってこんなんじゃなかったっけ。お互いにターゲット番が、まあはい、あ進行していますね、まあ、基本的にはやっぱり世界大会のメタを追うっていうのもクリプで脅威だった、チャンピオンたちっていうのを警戒していくべきで、それに乗っ取った番が進行していますね。さあそして魔法界番、こちらサポートへの番ということですかね。ジャングルじゃないですか、ね、ジャングル魔法界サポートも使われてましたけど、魔法界サポートも使われてましたけど、まあ、そもそもムービーすら WCS のパクオマージュだしな。ザ・シャカ戦エイトロックスをバンします。ターゲットやはり太陽のエイトロックスは相当スクリームでも現れてましたからね。ここは警戒なんでしょうね、はい、知ってる？ちょっと待ってそれ 見したいわ。知らない人たち用に。俺今日ちょうど昼間見たんだよな履歴。いやばい、子供向け動画が死ぬほど。これか？あ、これじゃないな。これか？あ、これだ。これこれ。これ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 。사실마지막여기까지굉장히오래걸렸고또우승하고싶은마음이그동안컸던거죠첫결승전을앞두고있는데후회없이미련없이다보여드리겠습니다마지막댄스가시작됩니다 San Francisco, your 2022 League of Legends World Championship finalists, it's DRX and T1! No Lee Sin around means no attempt at a... おもろすぎ。まあ、横ありもそうだったしな。まあ、ここまではターゲット、まあ、予想通りという形で、はい、あ、写真のやつは確かにないね、あれ。バンしましたね。まあ今のあれだからな、切り抜きみたいな感じだからな、ハイライトみたいな。考えてもちょっとジンクスは。あ、最後にあんのかな。最後にあんのかな。あの高校時代の写真見るやつでしょ。감사합니다그리고내팬분들도너무감사드립니다네야마이야이것도되셨네まあ、ここでそのバイ、いやバイじゃないな、セジュアニを取りたいってなると、はい、相手ジンクス取られる。全然話聞いてなかったこっち。まあ、予想のエイトロックスは相当スクリームでも暴れてましたからね。ここは警戒なんでしょうね、はい、さあまあここまではターゲット、まあ、予想通りという形で、はいはい、進行しています。あ、そしてジンクスバンしましたね。やはりここまでの勝率の高さというのも考えてもちょっとジンクスは使わせるべきではないということでしたね。まあ、ここでそのバイ、いやバイじゃないな、セジュアニを取りたいってなると、はい、相手ジンクス取られるリスクが出てしまうので、ここでバンしたいですよね。おお、ツイセットフェイト、ここまで警戒します。徹底してますね。取るかな。さあ重要なファーストピックはチームザ・スタンミ。まあ、そうですよね。まあ、これが狙いのピック、はい、これが狙いですね。そのブルーサイドを取ってかつ魔王界をバンした理由ですね。これがスクリームの使用チャンピオンの中では一番ピック回数多いセジュアニからファーストピックいきました。チームザ・スタンミ、そうなんだ、スクリームの使用回数多いんだ。チームザ・シャカ戦、ここでまあ集団戦の起点となれるチャンピオンをついとなっていた魔王界はバンされてしまっていますから。お、ただグラガスから行きましたよ。フレックス、さまざまなレーンに行けるチャンピオンですよ、ね。マジで現地のバンピック会議ももう本当もろかったんだよな。あとザッ
途中から何言ってるか分かんねえからまあいいやと思ってもう聞いてなかったけど任せますっつってシャカ得意チャンピオンいきますか。なんかだんだん話が複雑になってきて、ロックインです。それはなんか R3 がどうのこうのとか、なんか R2 がどうのみたいな言い始めて理解できなくなってもういいやと思って、マジ何言ってるか分かんねえと思って。清水さん、ミはセジャニから入ってますけれども、ここどんなピックが欲しいですか。まあ、バルスに対してアフェリオス、まあ、関ユータの得意ピック、フーちゃんの配信、まあ、違う、あの普通に控室とかで喋ってただけだよ、あの並んでる時とか、いや配信外でやってた時、ね、ラカンサポートから行きましたね。これはまあエンゲージもディスエンゲージもピールも両方できる非常に優れたチャンピオンだということで、ティアの高いチャンピオン、それをウルカに抑えさせたというまずはいい選択だと思いますね、はい、おっと嘘、これはギムあ、マルザハールですか。シゲチャンプ。グラガス・ヤスオのこのコンビ嫌いましたね。チームザ・シャカセン側がちょっと欲しかったピックの可能性もあるということですか。そうですね、相手のミッドレーンのピックを見るも、もしくは他のチャンピオン見てからヤスオをピックしたいとミッドをさらにバーンするっていう流れだったと思うんですけど、ここで取り上げましたね。ちょっとね、そのカメラの映像を見ても取られてしまったなみたいな、まさか取ってくるとは。おっと、ただブラッドミアです。いや、これもういきなりミッドレーンが、はい、凄まじいちょっとこうことになりそうですよ。ちょっとバチバチな対決になりましたね、はい、お互いにこれはミッドレーンを勝たせるような動きをしないとちょっとチーム、ゲーム中盤崩れてしまう危険性があるので、ここ非常に注目のレーンになりそうですね。さあ、チームザ・シャカ戦はシビアをバンします。どうなんですか、ここでもうファーストピックフェーズ、ヤスオとブラッドミアが見えた、ポットレーン、トップレーンはセーフティーに行きたいという発想になるんですか。基本的にはそうなることが多いと思うので、チームザ・スタンミンからすると、まあ、関ユータにはエズリアルヤであったりシビアであったりというところをこなせたかったのだと思います。その中でなんかどうやらこのシビア版聞いてたらしい、みんながシビア版シビア版って言うけど、絶対前の日のあの感覚でシビア版すんのよくねえような気してたけど、まあ結果良かったような気がする。なんかどうやら終わった後聞いたら聞いてたらしいし、これ残されたレーンはただニートシビアの陰にみんな恐れてさ、ないですね、ちょっと5番できない、コリゾンの番組はということで、アイバンですね、鉄板になりつつあります、ね、そうです、いつも通りですね。これもチームザスタミからすると、はい、まだスレッシュの番っていうところは狙えるかもしれませんが、あ、ここはノーチラス優先しましたね。スレッシュは、まあ、かなり拮抗しているチャンピオンですけれども、番をしないという対象になりました。よりこう明確なエンゲージを嫌った他にはノーチラス対象指定で相手を捕まえることができる、バンピックの読み合いマジで面白かったな。あまり取られたくないピックでもありますし、マジなんか10パターン以上考えてた気するこっち。ブリンクを持っているチャンピオンに対象しての CC というのはかなり効くので、はい、そこのカウンターとして20の警戒でしたね。さあ、モルデカイザーが出てきましたよ。どっちか分かんないです。レッド、ブルー両方で何々をファーストビッグだった、ビッグだった場合とか、そうじゃなかった場合とか、このキャラ取られた時とか、逆にこのキャラが取れた時とか悩んでいるが、フェリオス気に入った、強気な選択ですね、ここ、まあ、練習してきたチャンピオンですから信じて使うべきですよね。そしてケイル、レートゲームがやばいって言い忘れてたって、途中ヒヤヒヤしてたって言ってたわ、終わった後相当強気な選択を続けてましたね、ま、俺たちそのレートゲーム気をつけてみたいなの聞いてなくて、でも考えたらわかるんだけど、でも実際試合中誰もそんなこと考えてなくて、ラストピック、これを受けて何を取るか、まあ、得意チャンピオン、得意のスレッシュ、スレッシュですか、スレッシュロックイン、普通に考えたらヤスオ、アフェ、ケールとかやばいんだよ、両チーム構成決まりました、いかがですか、まずお二人印象。そうですね、チームザ・スタンミ側としてはもう集団戦のオンボコンボの構成になっているというふうに言えると思います。ラカンの打ち上げにヤスオが飛び込んで、そこにケールのアルティメットを合わせることによって大ダメージを与えるという構成になっていると思います。ただ気になるポイントとしては、各レーン潰されやすい、ガンクに潰されやすいというポイントですね。序盤2対1をされてしまうと非常に脆いチャンピオンたちが多いので、
コ、ボドカのプレイ、無理すぎだ、はい、序盤のジャングルの動きでマザーを封じ込めていくような、オブジェクトに対する動きがマジで良かったね。このチームザ釈迦戦からすると、オマレーンのところから崩していけるチャンピオンも、まあ、いくつか存在していますし、なんといってもミッドレーン、クズハ得意のブラッドミアと抑えてますから、ここから何をしていくのか。ケール完成してなかったんじゃないかな、ね、16にはなったけどあれだったんだよな、はい、なんだっけ、釈迦戦の、まあ、だから3個はコアの進みがマジで遅かったんだよな。使うのかというところが気になったけど、まあ、おそらく言うのは俺が最後に確認したとき2コア半ぐらいだった気する。リクジャパン、そのこのまあドゥクラガスを使うアルティメットだったり、はい、オルテカイザーを使うアルティメットだったりっていうのは、3コア完成して戦闘だったら結構やばかったわ。使いかねないアルティメットなので注意しないといけないですよね、使い方を。さあそれではロルザカ戦ドリームハックジャパンスタートです。ミニオン出撃まであと30秒、モルで刺さってたなぁ。これチームザ釈迦戦、俺ふーって安心して喫煙所いたら、マザーさんがゼロストに、ゼロストさんもしかしてモルデってシケチャンプっすか。全て AP チャンピオンになる、まあだいぶシケだねって言われてた。眼光ほとんど避けてしまうというようなことが起きかねない、はい、さらにはセジャニが非常に硬くなってしまって落としきれないというふうな可能性まで出てきてくる、うん、ということになるので、本当に序盤のアクションをチームザ釈迦戦としてはミスってはいけない、そういう状況になってますね。積極的にこう仕掛けていくのはレッドサイドチームザ釈迦戦で、マザーさんマジでよかったわ、取ったことで、はい、点もあマジでよかった。チームザスタンミの構成っていうのは集団戦5人で戦いたい構成なので、誰一人かけてはいけないんですよね。なんですけどモルデカイザーはアルティメットで1人強制的に、このサマーダーズリフトからもう誘拐してしまうというような能力を持ってますので、確実に1人持っていける、つまり相手の強い部分をくじくことができると。連戦よかったな、カウンター要素を持っているチャンピオンなんですよね。ですからこの辺りのゆっくりプッシュも意識できた。2レベ先行確定して、マザーのアルティメット打ちどころ誰がこう中心になってきそうですか。練習でできなかったことを本番でできないというが、本番でできた。スタンミを狙っていくんじゃないかと、はい、まあ、もちろんね集団戦の状況にもよると思うので。さあミッドレーンはヤッソ対ブラッドミア、まあ、これを意識し始めてからのスクリーム全部ニートディビジョン相手で、そもそもプッシュ勝ちできてないから練習できなかったという側面もあるんだけど、お互いにジャングルはやはりフルクリアのルートを取って、そしてレベル6を急ぎたい、はい、レベル6からお互いに強力なアルティメットスキルを覚えるので、まず一応3レベガン君を警戒してね、しようというような選択になっていると思いますね。いいワードだね。さあボットレーン、この関裕太、エズリアルかなと思ったんですけれども、アフェリオスということで強気な選択できましたね。ここも強気に行きましたよね。まあ、こういう選択肢を取ったときに、まあ、やっぱりケール、ヤスオ、アフェリオスとちょっと重たすぎるかなというふうに思うこともあるんですが、ラカンの声でかすぎない、まあ、こういう選択肢を取ったときに、まあ、やっぱり今聞いた、今のスレッシュの音ちょっと重たすぎるかなというふうに思うこともあるんですが、声でかすぎだろこいつマジで、ここでクソうるせえわ。崩されたときにボットレーンがエズリアル、ラカンだとちょっと中心レーンにしづらい、逆サイドを中心レーンにしづらいという欠点があるんですよね、うん。ですが3レーンとも強気に行くことによって1つ潰されても2つレーン勝てばそのまま集団戦勝つことができるかもしれないということで、まあ、リスクを取った分シャコもうるさい、ハイターンを得ることができる可能性がありますね。シャコはまだ競技シーンとかで出ないから声がでかいことに誰も気づかない可能性があるけど、俺マジで試合中9当たんなかったな。このスタックとかが消耗できなかったのマジでイラついたわ。トレード的には負けちゃってるんですけど、あんまりバルス使っててなったことないんだよな。あれもらってたらもっと HP 削れちゃってたんで、ほんと Q 外した俺。ラカンの Q の回復とワフィロスの武器による回復もあります、はい、ここからは安定してファームできそうですね。あれ回復しすぎなんですよね。ボドカが狙っているのはミッドレーンです。ただそう、画面モニター27インチででかかったけど、いやでも見づらいかったとは言ってない俺。あのロル27インチマジでありかも。不利な状況にされるのを嫌いましたね。レベル4対4なんか見やすかった。
ここはしっかりクズが距離を取りながら思って一時期俺 FPS で敵見やしいなって思って27インチ使ってたけど、はい、でかすぎて結局24に戻したんだよな、まあ、ロールもちょっと長時間使ってみないとわからない相手の攻めをいなすことができるんですが使うときにかなりの体力を使ってしまうんですよね自分の体力を犠牲にして無敵状態になるということなのでどのようにしてヤスオが接近戦を仕掛けていってブラッドミアのその無敵スキルを使わせるのかっていうのがまずは序盤のレーニングでは重要になりますね先ほどのシーンではクザがその接近されたんですけど使わなかったとここは見事な駆け引きだったと思いますねあスタンミが動くドレクピットに一つワードを置いてミッドレーンに戻りますこのドラゴンっていうのは両チームにとってどういった影響ありますかここはそうですねドラゴンはまあお互いに抑えたいそういうオブジェクトになっていると思います、うん、まあ先ほどもちょっと試合開始前にも申し上げたんですけれどもやっぱりこう集団戦が重要になってくるであろうという今大会においてドラゴンのスタックっていうのは集団戦を起こす一つのきっかけになるのでここをまずは抑えていくことが重要ですねうるさすぎゲームを早めたいという意味でもチーム釈迦戦の方が取りたいですねそのチームザスタミの方に取られてしまうとゲーム時間がどうしても長引いてしまうのでそのゲームを早く決めるゲームを遅くするっていうのも、セクシーうるさすぎさあミッドレーンをかなり狙っているのはボドカですねさあまずはレベル5ですがボットレーン狙っていくゴーストを使っているぞフラッシュイン河川ただここはウルカが華麗なる登場ロックアップで返っていくうまっフラッシュアウトですが死の宣告フックはウルカに入ってこんな掴み方してたんだフラッシュアウト結構一滴ありますがギリギリ体力残ってノーデッドですいやここはまずはいい仕掛け入りましたねラカンのブリンクスキルに合わせて CC を入れることによってウルカの体力を大きく削ったこんな掴み方してたの気づかなかったわこれマザーとしてはアルティメットを覚える前のこれフラッシュダウンですから、はい、もう一度こうもしかしたらアルティメットを覚えた段階で狙っていくということもできますか十分狙えると思いますねとにかくチームの作戦側はこういった仕掛けをしていかないと相手のスケールを待ってしまう展開になるので徐々にこうビハインドを背負ってしまうという展開になりますから、まあ、まずはワンアクション成功させたこの次の動きに注目ですねもうトイレクーリーはスタンミここは高血の沼使わせますこれをしたいんですよねスタンミはそうですねファッキンクソウェーブ来たトイレクーリーがかなり発生したのでクズ反応してはリコールの動きになってますねああロームしたかったのかです、ね、アフェリオスがリコールできてないのでこの後リコールポイントがなくてドラゴン取られてしまうのであ一度ボットのカバーに入った上でドラゴン取らせないような動きっていうのをしたいですね徹底してやっぱりこのドラゴンを取られないようにっていう動き意識してそうですねあミッドのスタミナがかなりドレイク意識したワードの展開をしていますよね、うん、さあ押し切ることできましたリコールにここから入りますチームザスタミボットレーンこれで一旦リセットになりますかもうすぐマザーがレベル6になりますかね7時間くらいレベル6になってくるタイミングなのでやはりミンチキル狙いたい、はい、チームザ釈迦戦は先ほどフラッシュ落としたボット側からクズさんワード2個勝ってるっつって偉いなって思ってたけどクズさん結構買い物下手だよ起こしていきたいですねあボットサイドリバーこちらワード展開俺この間個人視点見たんだけどスクリーム中結構買い物下手仕掛けていっていますまあここちょっとスタンミが主導権取ってレーニングしていることもあってなかなかドレイク触ることができてないですねチームザ釈迦戦ここはスタンミレーニングできてますねブラッドがやっぱりレベル9のレベルが5になるまではそんなに強力なチャンピオンではないので、はい、どうしても押し込まれちゃいますよね徐々にですがこのミッドレーンファーム有利もスタミナ側に入っていますさあ入ったノックアップしかしここはアルティメットは使いませんボドカが来るのに合わせて前に出ていくスタミナもう一度スタッフを貯めてノックアップを狙っていきますが高血の沼津さんもいい対処を見せますこれでボドカが顔を出すことによってさらにクルハがこうレーニングやりづらい状況になっているとミッドレーンのコントロールが取れないとなかなかドラゴンだったりとかギフトヘラルドに触るのは苦しいですからここもどかいいアクションですねガービーさあこの試合、まあ、ゲーム時間としては現在9分ですけれどもまだキルが発生していないやはりお互いにこう丁寧に丁寧にという意識ありますかそうですね、まあ、やっぱり慎重になりますよねどうしても、はい
ただそうなるとこのケイルが効いてくるんですよね、はい、このケイルというチャンピオンは本当にレベルに応じてどん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 成長していくというようなチャンピオンなんです。闇を輝け!本当に左打ちのチャンプが下の河川に入っていますがサモナースペル2つ使って対処しましたね、チームザ・シャカ戦。うるさすぎ。イグゾースダン、ここマジよかったなぁ。ゴースト行ったぞ、スタミン、クラッシュアウト、しかしクラッシュついていく。死の国へ誘ったのはマザーですが、タワー下に入り込んでいるのはスタミン。スキルを当てて、タワー下、メッコの一撃、あと2人ノックアップ入れて、帰国収集返したが、ファーストブラックはクズハ。そしてボットレーン、おっと、1キル、もう1キルはありませんか。しかしミッドレーン1キル、ボットレーン1キルで一気に2キル獲得はチームザ・シャカ戦。いや、序盤のアクションが非常に重要だという構成の中でよくこのタイミングで2キル発生させましたね、うん、しかも重要なキャリーライン2名にキルが入っていると。クズハとシャカに入りましたね。はい、これは非常に大きいですね。ここ映さなかったんか。ミッドボットがキル取れたのでもうドラゴンはフリーで取れちゃいますね。俺うまかったのに。ボドカーカウンターとしてヘラルドの選択。いや、めちゃくちゃ判断早いですね、うん、この判断の切り替えも非常に素晴らしい。あ、リプレイあったんだ。ナイス、リプレイあんのかよ。あ、リプレイ、ボットレンドしてるね。無駄豪華要素。うわぁ、このフックがうめえわ。なことよりキルショット1キル。ボドカヘラルド獲得成功です。今段階だとミッドレーンの主導権っていうのは今スタンミンにありますが、徐々にこれがクズハに移ってくると。そうなってきた時ブラッド CS さんのむずそうだな。癖ありそう。ある程度育ったら楽そうだけど、育つまで CS さんのむずそう。できるとまだチームザスタミとしてはゲーム時間を伸ばすことができるんですが、ちょっとその動きができるかどうか注目ですね、うん、さあボットレーンでも1キル発生しましたから、もともと主導権ボットレーンにはチームザシャガ戦が取っているという状況は変わりませんが、よりちょっとチームザスタミとしては難しいレーニングということになってきますね、うん、特にボットの条件が取れないとなるとサポートが自由にこう、はい、ミッドレーンやトップレーンに現れてキルを狙いに行くことができると、人数差を満たすことができるのでアクションの数がどんどん増えていくんですよね。そうなるとチームとシャカ戦のペースですから、まずはこの河川のローム、どこに河川が行ったのかっていうのを把握することが重要ですね。ボットレーンウルフラリー展開、絶望の2人返していきますが、彼なる登場フラッシュアウト間に合った河川。汚れの連鎖は距離が足りませんでしたが、チームザシャカ戦マジクソビビったわ俺この時。いや、これよくさばきましたね。今のさばけてないと、ヤスオがアルティメットで飛んできてキル、そのままリフトヘラルドからタープレートを大きく削られていたタイミングでしたから、ここ避けたのは非常に素晴らしいですね。ミトレに戻りますタミラカンだけ会場にいる。もう一回ボットにアクションしたいですね。2人ともフラッシュがないので、これボドカボットレーンへ動いていますが、ワードに移っています、うん、ここもいい視界コントロールですね。ランクはもらえませんね、うん、さあなかなかちょっとこう画面に映されることのないトップレーンですけれども、まあ、ほとんどファームファームのレーンにお互いファームを取り合う。非常に悲しい。ケイルのレベルがもう10ですね。本当ですね、まあ、アルティメットのレベルに応じてどんどん強くなっていくというのがこのチャンピオンの特徴です。レベル16のタイミングで強化されるこのチャンピオンはとにかく16になれば、はい、ビルド状況が多少不利でもかなりチャレンジできる、そういったチャンピオンですから。ボドカが姿を隠して挟んでいるぞ。ちょっと頭身ですが、ここにはマザーが来ている。白先行がザーボドカに入れた。カバーするようにウルカ、彼が登場入っていきますが、マザーの白の姿がボドカを捕まえています。ボドカはフラッシュアウト。さあもう関裕太、ウルカは逃げる判断になってますが、ミッドレーンからクザーがコースを展開しながら寄ってくる。死の国に誘われたのはボドカです。ウルカがカバーするように前に出てきますが、死の宣告のフックが入って、最後はクザハ1キル獲得はチームザ・シャカ戦。関裕太、ウルカはカバースタに逃れていますが、ここまでここまでここまでっていうコールしてるとき気持ちいいんだよな。ここもしっかり浮いたところをマザー逃しませんでしたね。アルティメットからしっかりと1キル取りに行く動き、お見事でした。特にヘラルドを持っているセジャーに捕まえたというのが大きかったですね。
あとはボットに対する警戒がかなり強かったですね。2人がフラッシュ落ちてしまったのでボットはしばらく警戒が必要だってことで、ボットによる動きっていうのをクズカさん、そしてマザーさん、俺こんだけアーフェって言った時クソ声裏返った記憶ある。くれませんでしたね、あの場面は。いやでもその前にアフェ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 って言ったの俺なんだよ。強まったタイミングでしたね。本番になった瞬間チャンピオンの名前がめっちゃ出るようになってた。いつも出ないのに。打ち上げを。これここラカン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 。セジュ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 。いいのが大きかったですね。アフェ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 。あっとスタンド入って、そしてノック。ここまでここまでバックバックバックまで全部言った。生き残った。カーセンがミッドのカバーに入ります。ここギリギリ生き残ったの素晴らしいですね。よく耐えた。うねえ。ビルドが先に進まれていたのでこれ取られなくてよかったですね。セーフ。欲しい1キルでしたがヤクザのナイスプレーによって阻まれてしまいましたね。さあドレイクアップまで20秒ちょっと。ミッドレーンを3人で押し上げますチームザ・シャカセン。オボも寄せてますね。大きいですね。もうとにかくこのドレイク必ず取って2スタック先行するぞという意思がしっかりとできてますね。これ太陽はトップレーンそのまま向かってますから、ここはチームザ・スナンミは渡してファームの判断になりますか。まだミシックアイテムが完成してない、最初のコアアイテムが完成してない時間帯なのでファームは形成してしまうだろうという読みで、ここはファームする判断になりそうですね。またチームザ・シャカセンがドレイク2つ目を安全に取りました。これトップ TP ですね。ドラゴン先行できたのマジでよかったな。人数有利で圧力を出して相手をドラゴンに寄せない。この段階でケール11になってたんだ。完璧ですねこのトップの動きは。いやこのセカンドドラゴンで降りてきてトップレーンに TP で戻っていく結構やべえな。結構今のなんか普通に見てたら俺ら負けそうやと行えてるっていうのは本当に素晴らしいと思います。ここまでの流れ、そういった最先端の動きも、まあ、ミクロコーチ、コーチ含め、まあ、こっそ備わってきているということですけれども、おっとクズハを狙ってますがボドカスタンミ。さあ姿を出したミニオン使ってゴースト返していくのはクズハ。氷河の怒りは避けているがスタンミのノックアップ入ったところへの帰国収集、攻撃を踏まれたわクズハ。ここもさばいた。こうやって見たらブラッドかなり合ってそう。ブラッドマジで良さそう。昨日までだったらこの浮いたとこ捕まえられたんですよ。確かにただもうセーフプレーもしっかりできてますね。絶対にキル取られない動き、相手を釣るけどキルを取られない動きっていうのが徹底して行えてますね。さあボットレーンサイドに見えたのでヘラルドを始めていくのはチームザ・シャカセン。ヘラルドも取れてるのいいね。警戒のピンは鳴っていますがちょっとそちらの方へと動くアクションはありませんね。チームザ・スタンミやはりボットアクションで一度失敗してしまったので自分たちにこうリソースがないという判断で、ここはギブの判断になりますね。さあヘラルド獲得チームザ・シャカセン、そのままミッドレーンにヘラルドを召喚します。早い、カゴのタイミングじゃないんですね。この時俺、あ、ヘラルドってラカンの W で打ち上がるんだって思ってた。これでミッドのアウタータワー折れなかったものの大きく体力を削ることができたので、次のプッシュのタイミングとかでうまくタワー取れると3つ目のドレイクに大きく影響出てきそうですね。甘い CS。ここまでの試合展開マジこの CS 取ってるって怖かった。アクションというのがかなり決まってる印象があります。おっとボットレーン 1v1 クズは体力を回復してタワーラグラを抜いたが、スタミンも安全な位置まで引くことができています。いややられませんね。ギリギリのところ毎回避けますね最後の一撃を。俺こんだけカメラで見せたんだよな。ちょうどゴールド有利もチームザ・シャカセンですが、ただゴールド有利でいうと1200ゴールドほどそこまで大きな差ではないと。メキャニクスみたいなこと言ってたけどマジ何言ってんだと思って。はい、これが3つ目のスタックまで到達すると次4つ目、ドラゴンソウルのプレッシャーがかかるので、マジで何言ってんだこいつ。プレッシャーがチームザスタミナ側にかかるんですよね。ドラゴンソウルっていうのは本当にゴールドではちょっと加算できないメカニクスじゃねえよって価値を生み出すバフになっているので、それだけやっぱり相手に取らせてはいけない。ナイスナイスとか言ってチームザスタミナ側からするとかなり絶対スクリームだったらおいとか言ってた。
今回オーシャンソウルなので、はい、ブラッドとモルデカイザーそしてグラガスがいるこの環境で取られたくはないですね絶対に。うん、今のとこの次の3作目のドレイクは戦っていく判断になりそうですかチームザスタミ側としても。戦うしかないですねむしろ、うん、まあ、ギブするにしても戦って勝ってバロンを取るっていう動きにつなげないといけないですね。かなりケール順調だな。ケールって初手3つなんだ。チームともにですか。先に動いているのはチームザシャカ戦ドレイクに備えてこの視界の展開の仕方をしています。いや徹底してボット側の視界取りに行ってますね。チームザスタミ側はちょっとリバーのところの視界もうまく取ることができていないような状況になっているということでかなり不利な状況で入っていかなければいけませんね。さあ1分切りました。ミッドナウタータはこのタイミングで破壊しますチームザシャカ戦。ドレイクまで時間がないというところで破壊していきます。さらにワードの展開もしっかり行った上で次相手がどこに行くのかも把握することができる。ここまで盤石な状況が作れてますね。あとは3つ目のドレイクをどのようにして取るのか。さあ30秒切りましたよ。まずはこのプッシュからジャングル内リバーのところに入ってジャングル見て終わった、うん、タイミング的に ADC とサポートがリコールしてるからこれカバーで入ってるって言いながら、まあ、そこまで詳細には言ってないけどこれ多分カバーで入ってるだけだっつって体を寄せましたね。ただテレポートを使ってオボも寄ってきている。これ集団戦になりますね。さあポジションを取り返したチームザスタンミですがスタンミが先にボットレーンからミッドに寄ってきます。さあ視界を取りながらさあフックがボドカに入りますがここはクズハの位置が遠い。まだ仕掛け切りません。ここマジヒヤヒヤしちゃう。3ドラ目氷河のグレイシャルプリズンマザーに当たりましたが氷河のグレイシャルプリズン来た。下からはクズハゴースト展開。ここの羅漢にウルト持ってったらマジでよかったな。追い続けなかったし切り替えたがクザがフォーカスを引き切って逃げ切った。ウルトが狙われるもののみんなウルト夢中の展開。そして反転の動き1回引けたのマジでよかった。これヒガレのレーサーで返していくチームザシャカ戦お互いノーデッドです。いやここよくさばききりましたね。挟み込む意志が強すぎてここ俺ら偉すぎだ。チームザシャカ戦側としてはかなりバラバラな陣形になっていたんですよね。なんですがドラゴンファイト難しそうですけど、ね、トレイクラッシュしますがクズハが体力整えて戻ってくるぞ。いやこれダッシュできるか。ああ確かに睨み合いの形になっている。ああこれクズハ間に合いますね。ただ太陽がそのクズハを見つけました。さあ思ういったボディスラマーボズカボディブロックさあ後ろに入ってくるクズハ強っ。バックラインこんな感じになったんだ。さあダメージを出せるかボズカの体力が持たないところはマザーが狙うち帰国収集バックライン入っていくが帰国収集降りてきたところフックで捕まえるのかせんシャットダウン獲得これここ意味不明なフラッシュして帰国収集降りてきたところフックで捕まえるのかせんシャットダウン獲得チームザスタンミ関ユータですがその関ユータもクズは持っていくことに成功。3-1トレードチームザシャカ戦が集団戦勝ちます。いやよく我慢しましたね。いや本当にまでしっかりと我慢した上で5人全体で当たれるような形になっていた。最後もブラッドミア、クズハがバックラインに直接ダメージを当たれるような形を取ってなんかこうやって俯瞰で見てるとここのドラゴンも4人で叩く必要ないような気もするんだけど。チームザスタミがもう耐えたかなと思ったんですが、まあでもぶっちゃけその辺の細かい判断もつかないうちはこれでいいかって感じもする。非常に強烈でしたね。当たりましたね。相打ちという形にはなりましたがキャリーの関ユータを打ち取る働きを見せましたクズハ。これでチームザシャガ戦ドレイク3つになりましたね。いやこれ細かいポイントなんですけど、はい、集団戦ちょっとうやむやになりそうになった時にシャカのアルティメットが綺麗に決まってたんですよね。それによって相当時間を稼いだことでチームザシャカ戦としては9割の連鎖落ち着いて陣形をリセットすることができた。ここからもちょっとシャカの動きシャカのアルティメットを打つタイミングっていうのが重要になってきそうですね。そうでしょうか。さあもうそろそろ気になってくる太陽のレベル16現在14です。
まあ、16になると非常に強力になるケイルという話ありますけれども、ドラゴンに間に合うかですかね。そうなんですよね、いかにケイルといえどもちょっとドラゴンソウルまで取られてしまってはよっぽど CC をうまく当てないとちょっと勝てないですから、グラガスって AA こんな弱いんだ。かなりチームザ・スタミガも焦らされていると言っていいでしょうね。チームザ・シャカ戦としてはまあドレイク3つ抑えてますから、ひとまずはそのドレイクアップしてくるのを待つということになりそうですか。そうですね、ここをもう確実に取れば自分たちの勝利はもう目前だというのが分かっているでしょうから、無理にこうバロンに行くというのではなくてプッシュからしっかりと視界を取った。こうやって見ると確かに時間の割に相手のビルドの進みがめちゃくちゃ悪いな。さあゲーム時間はもうすぐ25分になろうというこの段階、約3000ゴールドチームザ・シャカ戦グローバルゴールド有利です。まあ、ここまでのゲーム展開チームザ・シャカ戦側がペースを握っているということでいいですか。でもそう言っていいと思います、はい、間違いないと思いますね。あ、ただ太陽レベル15になりました、あとレベル1。言うて金額差も25分で3000ゴールドだから2分半以内、全然まだ俺らがやばいぐらいの雰囲気するけど、なんか全体的にスローなのか、なんかよくあんね、あれこんなもんだっけ、普通もっと育ってないっけ、両方しないといけないかなと思いますね。なんかよくわかんねえ。20秒ぐらいですか。ロール無事。アップしてきますから。もしかしたらその前に、はい、ケイルがいるレーンでキャッチを起こす。そしてキル を与えることによって経験値を加速させていくっていうのは悪くないアクションだと思いますね。さあそのケイルの行く太陽の行くレーンの割り当てとしてはボットレーンになってます。太陽、おぼと対面する形になりますが、おぼ安全な人に聞いてますね。もうこのタイミングで、もうやばいな。ちょっとね、かなりセーフティーにレーニングしてますね。そしてトップレーンをプッシュしていたクズハが、ブルーチームのタワーが破壊されました。アウタータワーを破壊しました。少しバロン周りの視界のコントロールも意識し始めてますね。プレッシャーを与えることによって、その相手がやっ相手を引き出してそのドラゴン側に、ワードを刺しに行かせないようにする動きですね。これはもう残り1分10秒ですからね。今バロン警戒しないといけないんですけど、今上に移動すると次はボット側の視界取られちゃうんですよね。これオラクルレンズなんかの視界のリソースも使わされてしまってますし、はい、今後この1分後のドラゴンかなりチームのスタミナは苦しくなってますね。なんか正直バロンもだけどこれだいぶドラ見ていいなって思いながらもっと前からプレイしてたけど、冷静に考えたらサンダラ取った後即リコールしてバロンで戦闘を起こさないとこれ普通にまずいよな。ジャングルクリップまで貯めてるので、もうこれケールやソワフェラインがのらりくらりやってたらめちゃくちゃいいペースで経験値稼いでますよ。理想で言ったらドラゴンの前にもう一回やりたかったぐらいか。これここからチームザ・シャカ戦もドレイク周りの視界返していきます。集団戦チームザ・スタミガはジャングル内から行くのではなくてもうレーンからプレッシャーをかけていこうというような選択になってますね。いや太陽のレベル16は間に合わないですね、ギリギリ。いや、おそらくこのクルーグで今元でクルーグ勝ってると思うんです。あ、どうでしょう、間に合うか。16になります。結局ケールこれ16にならなかったっけ。ちょうど間に合いました。あ、そうそうそう、16になったんだ。これでギリギリこの集団戦にケールが16パーセントしました。これこれマジでミッドのことしか見てなかったから俺これさ、間に合いました。ドラゴン触るのやめるねみたいなクーちゃんの報告聞いて、なんで触ってんだって思ってた正直。さあこのドレイクは重要だが、風その太陽に吹っ込んで怪我のレースを合わせていく。ガードの白くにはまだスタッフを捕まえています。さあそのままスタッフに白呪縛に捕まる形、フルトが弾横から入る。みんな俺に夢中、チャームで時間は作った。スタッフが白くにから出てきましたが、クズハが持っていく。さあフォーカスを引き切った方がフラッシュアウト、聖なる審判太陽自身で展開ダメージに出ていきますが、ダブルキル獲得はクズハ。千賢雄太がダメージを出すために前に出ていきますが、その千賢雄太と相打ちになる形、持っていったのはここのクズハ。最後を締めるはシャカ、チームザ・シャカ戦エース。
いい実況、もう一回実況聞きたい。実況聞きたい、もう一回。これでギリギリこの集団戦にケールが16パワースパイク到達しました。さあ今場面しか見てなかった。逆に実況しか聞かん。フッパでケガルレーサー合わせていく。さあどうだ、シロクにはまだスタンミを捕まえています。さあそのままスタンミ白芝クに捕まる形。グルガがカバー横から入る。みんな俺に夢中。チャームで時間は作った。スタンミがシロクにから出てきましたが、クズハが持っていく。さあ砲角を引き切った音をフラッシュアウト。聖なる審判太陽自身で展開ダメージ入れていきますが、ダブルキル獲得はクズハ。天元ユータがダメージを出すために前に出ていきますが、その天元ユータと相打ちになる形。持っていったのはここもクズハ。最後は締めましたが、見えすぎじゃない。チームザ・シャカセンエース。俺も全員本当に連携綺麗でしたね。俺普通にロールやってると噛まないとか流暢に何こういうワードが出てくるとかじゃなくて、全部見えてることに驚くんだけど。ポジション作るのが難しかったですね。これでハーツパイクを迎えていたケールをしっかりと捕まえた。さらに集団戦うまそう。重要な野球をマザーが地の国へ出なったということで、ヤソスタンミが何もさせてもらえませんでしたね。シロクにの宣告から出てくるタイミングまで一回左下にシーンが飛んだはずなのに、タイミングで的確にこうそれを防いでいったと。ちょっと硬すぎますね。ダメージがあんまり通ってないです。イエガさん青足してる。ドラゴンソウル多分顔振ってる。これでチームザシャカ戦さらにこのフロントライン硬くなっていきましたね。まあ、このオーシャンソウル相手にダメージを与えると自分の体力がどんどん回復していくというようなバフになってますから、集団戦において耐久力がどん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 増していくよというようなソウルになってます。非常に相性がいいですね。ここに来てグローバルゴールドよりもくぐっと広がりました。6000ゴールド、ヤークチームザ・シャカ戦が有利を作ると。さあもうバロン意識してますね、チームザ・シャカ戦。これはもう初めて相手に当たってきてもらおうと、前に出てきてもらおうというような作戦になってますね。まあ、チームザ・サミとしても警戒をしながら手前から手前から機械を返していこうという動きになります。さあここはウルカがリスクを取りながらですが視界を返していくものの、完全には消しきれないですね。いいね。最低限バロンをやるかどうかっていう判断ができるワードを置くことはできましたね。ここで結構怖さができたな。あとクズハさんのおかげでこれ今見たらアフェリオスがヘクスドリンカーに行ってるの結構でかいね。強くにはなりましたけれども、ちょっと集団戦では勝ち切ることができずと。さらにはドラゴンソウルも取られてかなり追い込まれている状況です。なんとかしてこう相手のフロント一人一人処理できるようなそういう状況を作れるとベストなんですけど。確かに。ウリケなんかフォーション持ってる。ずっとクズハが横から入るルートっていうのを探してますよね。これもしかして一番最初に勝ったフォーションかな。男性になるような状況を作ってる。おっとボドカが手前に引き出されてしまった。さあマザーすぐさま合わせる。聖なる審判もボドカ使ってなんとか逃げ切りましたが、フラッシュダウン、さらにはケイル、太陽のアルティメットがダウンします。アルティメット内に大きいですね、これケイルの。でボドカ、またしても河川フラッシュなれ、ボドカを捕まえていきますが、ここはチームザ・シャカセンも無理はしません。体力有利を築いてバロンに向かいます。ただその動き自体はワードに移ってはいます。ウルカ先頭に入っていく。さあチームザ・スタンミもここは戦わなくてはいけない。バロンピットの視界を確保、反転狙っている。カセンウルカにフックを当てた。さあエンゲージだ。ボドカボディブロック入れていきます。スネアをカセンに返していく。バロンのドッグが入っているが、ボドカ狙い撃ちから1キル獲得。さあ席ユータはクザが完全に入り込んでいて3キル獲得はチームザ・シャカセン。さあスタンミが相手の真ん中で捕まっています。これはダブルキル、クザでエース獲得はチームザ・シャカセン。アンストッパブル。今回もヤスを捉えるしっかりとした動き、まだ遂行しましたね。さあデスタイマーは20秒、
これはもうゲームエンドまで見てるでしょうね。狙いますね、これ5人生き残ってて、キャノンが残ってるので、それな、あのね、ここでグラガスか、モルテカイザーが参加してもらった方がいいですね。クズハが参加してます。体力が回復できるということで、さあゲームエンドまでもう一気に一気に見てるぞ。復活してきたモノか、そしてウルカ、守ることはできるか。これここ見て見た今ということで、さあゲームエンドまでもう一気に一気に見てるぞ。復活してきたモノか、そしてウルカ、俺これクーちゃんにバレたんだよ。プラチータウルカしかここにはピガロレさ、ダメージ稼ぐな。さあ決めた、幕張一勝、チームザシャカセン。これは圧倒的というか、その一番その不安視これダメージ出んのかな。俺この試合のダメージ見てないんだよな。一切行われなかった、はい、全部かわした。次の試合のダメージは見たんだけど、いや本当にお見事でしたね。全部詰まってましたそこに、うん、いや正直先日の昨日のその練習段階だとキャッチされて、こうチームの雰囲気がギスギスするような場面もあったんですけど、そこからすごい立て直しですね。メンタル力、メンタルが強いと言いますか。ありがとうございます。そしてさらにはですよ、これこの時さ、UG さん椅子吹っ飛ばしててさ、次の試合始まる時、ね、あ椅子どこだって言ってた。モルテカイザージャングル、ステージの一番後ろまで椅子吹っ飛んでた。集団戦でずっ